全日制の学校ではですね、まあやもすれば、まあ、大学進学だけの勉強になり、まあ学習の積み込み教育というようなことになりがちです。まあそんな中ですね、この相生学院高校は単位制通信制のいいところをうまく利用させていただいて、生きていく上に必要な、また個性を持って生きていく上に必要な教育を実践しております。グローバルな場で力強く生きていく子どもの育成というようなことで、主眼において取り組んでおります。相生学院高校に入ってくるときにですね、プロテニスプレーヤーになりたいというふうに入ってくるんですけども、これは夢を実現した生徒が現在5人おります。男子が4人、女子が1人、まだ19歳ですので、彼たちも錦織選手の後を追うような形で活躍してくれるんじゃないかなと、このように思っております。あとの生徒についてはですね、プロテニスプレーヤーで生きていくのは非常に厳しいというようなことも理解でき、そして、日本リーグ、実践社会に入って、実業団でテニスをできる、そういった道を模索するためにですね、関西の有名私学校、関西大学、あるいは関西学院大学、あるいは同志社大学、立命館大学、あるいは江南大学ですね、このようなところに進学しております。女子もですね、松陰女子大だとか、あるいは武庫川大学と、大阪体育大学と、このような大学に進学し、今現在4年生が最高学年なんですけども取り組んでおります。また大学進学してですね、ほとんどの選手が中心人物となりですね、主力ですね、主力人物となり、活躍をしていると聞いております。またキャプテンなどもですね、たくさん、卒業生がしてくれているということも聞いております。相生学院高校のモットー、あるいはテニス部のモットーはですね、個々の夢の実現です。この学校もですね、個々の夢を実現させるために、教師と生徒が共にですね、努力をし、実現に向けて取り組んでおります。ぜひともですね、この相生学院に、意思を持った生徒がね、入学してくれることをお願いしたいなと、このように思っております。